春は桜並木が見事なこちらの壬生川の景色も、今は中央アルプスとこちらの紅葉のコラボが本当に最高です。こんな景色を当たり前のように見ることができるのも、この地域に住んでいてよかったなと思える瞬間です。皆さんはどんな紅葉をお楽しみでしょうか。今週の「いなチャンネル」はご覧の内容でお送りします。高遠城址公園の北側にあるこちら神徳館、どなたでも訪れることができる貴重な建物ですが、間もなく開校から160年が経ち、多くの有名人を教育界、政界に輩出しているんです。初めて音楽の教科書を作り、日本の音楽教育の基礎を築き、今の東京芸術大学となる東京音楽学校の初代校長を務めた伊沢修二、また中村野六は森林法を制定するなど林業に力を注ぎ、林業遺産に登録された神徳の森を作り上げた日本初の林学博士です。そして高遠の学と神徳館を作った野六の父中村元気、いずれもみんな神徳館の出身です。時は江戸時代後期、江戸時代の武士には学問やさまざまな教養が必要なため藩校が作られました。教育の改革に努め、いい人材を育てて藩の改革を行おうとしたのです。時代が混迷し、財政難が続いた高遠藩も、高遠藩最後の藩主内藤頼直の時代に神徳館が開校しました。県内11のうちの9番目、1860年の頃です。一体こちらの神徳館でどんな人々が学び育ったのか、そんな歴史を紐解く展示が城址公園のお隣、高遠町歴史博物館で行われています。福澤さん、改めて振り返ると、私たちの住んでいるこの町では神徳館で学んだすんごい人たちがいるんですね。はい、そうなんです。明治初期には神徳館の出身の方が、信州の各地、それから高遠で教育の方面でとても活躍をしているんです。今回はですね、神徳館で教えた方々、それから神徳館で学んだ方々が明治時代になってからどのような道を歩んでいったかというところに注目をして展示を構成しました。長野県は、昔も今も教育の県、信州教育の県なんていうことも言われてますが、そんなゆえんというのはこちらの展示から伺うことってできるんでしょうか。はい、できます。今回はですね、神徳館出身者の中でも教育者に注目をして10人ほど選んで展示をしていますけれども、その中で高橋白山、それから長尾無木という高遠藩士のお二人がですね、昔千曲県とこの長野県の中南信の地域が言われていた頃に、今でいうと県知事にあたる権令の永山守輝という方と協力をして、千曲県内各地に教育を普及しようというような活動をしていました。そうした痕跡がですね、この高橋白山の資料や長尾無木が残している資料から伺うことができます。こちらは高橋白山が自ら作った漢詩を本にまとめた白山老子文章という本です。これは全部で6巻まであるんですけれども、これを読み解いていくと、高橋白山が神徳館で先生をしていた時代、それから神徳館を出て千曲県の方の役人になってからどのような生活をしていたか、またどのような人と交流をしていたか、どんなことを感じたかというのが分かるようになっています。福田さん、一方その長尾無牧という方はどんな教育をしたんでしょうか。長尾無牧は高遠から千曲県の瀬場の方へ出ていきました。そこで寺子屋をしながら子どもたちに神徳観の教えをそのまま伝えていたというふうに言われていますけれども、永山盛照にその腕を買われて千曲県の役人となって一緒に高橋白さんも一緒になって教育の普及活動に乗り出していきます。でその時に長尾無牧は自分でどのようにして回ってどのような様子であったかというのを全て記録をつけていまして、それを本にして出版をしています。でそれが「節油要略」という本になります。それを今回は現物を展示をしています。高橋白さんや長尾無牧のように高遠から外へ出て活躍された方もいらっしゃいましたが、高遠の地域に残った藩士もいまして、そういった方々は高遠の地域の新しい教育の普及のために自ら教師となって子どもたちの教育に励んでいきます。ここで紹介している代表的な人物は北原節道、それから白鳥徳宗、そして岩崎白秋の3名になります。北原節道は神徳館で師範代という、学校で言えばかなり上のクラスに勤めていた人ですけれども、明治になってからは自ら塾を開きまして、その塾を読書楼と名付けて旧藩士の人たちだけではなくて町の人や周辺の村の人たちもぜひ学びに来てくださいと門戸を開いて教育をしました。その中には伊沢滝夫や堀内伊太郎、小野光景といった明治時代から昭和の初めにかけて大いに活躍する人たちの名前も入っていました。そういう意味でもこの人が開いた読書楼の意味合いはとても大きなものがあります。白鳥徳宗は神徳館で学んだ後、明治時代の一番最初にできたこの地域の合学校第18小校というところで習字係を務めました。中村不折もこの人から書を学んでいます。岩崎白秋は高遠藩時代は測量の技術を生かして明治の初めには第18小校で数学係を務めます。数学係を務めながら周辺の地域に新しい学校ができると、その学校の算術を教える先生にどのように指導をしたらいいかというような指導もされています。そういったことがこの岩崎白秋毎日のように記録をした日誌の中から読み取ることができます。この高遠の地域がどのように歩んでいったかということもこの人の日記を見ると具体的に分かってくるという、そういう貴重な資料を残した人でもあります。地元やまた全国各地に影響を与えた神徳館の歴史は幕を閉じていますが、その精神を継続していこうと今もなおさまざまな取り組みが行われているんですよね。そうなんです。風薫る5月、神徳館精神を今、そして未来に伝えるために毎年神徳館の日が開かれています。また夏休みには小学生夏の学校が開かれ、みんなで論語の素読や夏休みの宿題をしたり、夏のひとときを過ごします。そしてこちらの会場では、このスペースで実際に明治時代の教育に触れるっていうこともできるんですね。そうなんです。通常の展示では本物を並べるだけで終わってしまっていたんですが、ぜひ中を見てほしいということでレプリカを用意してあります。例えばですが、伊沢修司が本人が編纂をした「小学唱歌」という歌集があります。この歌集は伊沢修司本人が自分で編曲をしたような曲もたくさん盛り込んであって、とても興味深く見ることができます。博物館の父とも呼ばれる飯田の出身の田中義雄という人が編集をして作っているテキストなんですが、豊富な図版がありまして、またその図版がとてもリアルに書かれていまして、これを見ながら学んだらとても楽しそうだなっていうのが分かるようなテキストになっています。来年が新特館開設から160年になります。その前にですね、ぜひこの新特館というものがなんで今までずっと語り継がれ、新特館の学びが大切にされてきているのか、そういったようなところをまた勉強しに来ていただければと思っております。歴史博物館のさまざまなイベントや情報をお届けするメール登録会員歴博メンバーズを立ち上げました。詳しくは歴史博物館までお気軽にお問い合わせください。富ヶ田保育園チューリップ組です。お庭で遊ぶのが大好きな笑顔の可愛いクラスです。まだまだ続くよ。せーの、あれ、最近雨降ってないのにこの場所だけ濡れてるぞ。一体どうしたんだろう。ピッ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 。はい、市役所水道整備課伊藤です。最近家の入り口付近で水が漏れてきているんですが。そうですか。普段は水がない場所なんですよね。はい、近所に水路があったり裏山の差し水かもしれないんですが、調べていただくことはできますか？はい、わかりました。すぐに調査に行きます。こんにちは。実はここなんですけどもね。はい、なるほど。この温調棒を使うと地中のわずかな水漏れも確認することができるんです。そしてこちらは水道水に含まれる塩素に反応してピンク色に変わる薬剤です。色が変わりましたね。塩素の反応があります。水道水かもしれません。もう少し詳しく調査してみますね。よろしくお願いします。水漏れかもと思った場合はすぐにご連絡ください。チェックポイントはこちらです。家の周りで普段は乾いているはずの場所が湿っている、いつも濡れていない場所で水が染み出ているなどの場合は漏水の可能性があります。見た目では区別がつかないことが多いので、お気軽に市役所水道整備課まで連絡をください。市民の皆様により安全でおいしい水を届けるためにさまざまな取り組みを行っています。皆さんのご家庭で実際に使ってもらう前に水漏れが発生すると大きな損失につながります。水漏れかもと気になった場合は水道整備課にお問い合わせください。街中の木々が紅葉したり、少しずつ庭木の冬支度も始まってきました。皆さんは最近里山や森に出かけていますか？稲西小学校で全国の教育関係者を対象にした学校の森こどもサミットが2日に開かれました。稲西小の体育館には教育関係者などおよそ300人が集まり、森で学ぶ子どもを育むことなどについて考えました。第1部では小学校の授業で学校林を使った森林学習の事例発表が行われました。東京都八王子市の小学校教諭、井戸忍さんは、学校の敷地にある森林を学習に取り入れることで、授業以外でも発見する力や、問題を解決しようとする力を養うことができると発表していました。他に、森と触れる効能と題したトークディスカッションや、伊那市が取り組む子どもと森、森への入り口と題した映像や音楽も紹介されました。今年で6回目となるサミットは、学校林を使った森林学習について理解を深めようと、国土緑化推進機構や林野庁などが、教諭や学校関係者などを対象に、全国各地で開いています。林業やジビエ料理など、森林との関わりを体験し楽しむイベント、森ジョイが3日、鳩吹公園近くの市民の森で開かれました。森と喚起するイベントでは、間伐や馬による木材の搬出の実演のほか、森林に関わるさまざまなブースが並び、訪れた親子連れが楽しんでいました。このイベントは、伊那市の50年の森ビジョンを応援する伊那市緑菜委員会が開いたもので、森の中でさまざまな体験をすることで、人と森をつなごうと企画されました。そして今年、新たに登場したのが森と木のお仕事エリアです。森で働く車の試乗体験や製材所や木工、森と発電など、伊那市の森林に関する仕事をお子さん向けに分かりやすく紹介され、普段見ることができない高性能機械や職人の技を間近で見ることができました。また、森と関係する飲食エリアでは、ジビエ料理を提供するコーナーが設置され、鹿肉とそばがコラボした鹿南蛮そばが限定販売され、人気を集めていました。他に、友好提携都市新宿区の吉住区長と白鳥市長、フリーパーソナリティの武田徹さん、そして緑菜委員会委員長の柘植功さんによる焚き火のすすめでは、焚き火の魅力などについて語り合いました。そして最後は森のコンサート。世界的なバリトン歌手、高橋正則さんとピアニスト、平沢真希さんによるプロの音楽。そして、東部中学校合唱部の皆さんも一緒に森に響き渡る演奏が披露されました。季節の移ろいを感じられる今の時期、公園や里山に出かけてみたり、暮らしの中に木を取り入れてみたり、身近なことから森と暮らしを近づけてみませんか？続いてお知らせです。税務課から市県民税市民講座開催についてお知らせします。給与所得者、年金所得者など市民の皆さんを対象に、12月8日日曜日、市役所多目的ホールで市民講座を開催します。午前10時からの会では、給与や年金所得の方が申告するとお得になるケースなどを中心に紹介します。また、午後1時30分からの会では、扶養控除や医療費控除、副業などによる申告方法などをテーマに開催します。希望する方は11月29日金曜日までに税務課へお申し込みください。確定申告の時期が近づいてきました。税について考える機会として、ぜひ多くの皆様の参加をお待ちしております。日中は穏やかな日が続いていますが、朝晩はすっかりと寒くなってきました。皆さんは年に一度の定期検診を行っていますか？来週は健康情報、検診についてお伝えします。それではまた来週。